はメイケンとシーゲルのおじいチャンプル。はい、今夜もおじいチャンプルのお時間がやってまいりました。始まりましたね。始まりました。ちょっと今日はね、最初に番宣から、番宣じゃないですね、番宣じゃないですね、ライブのちょっとお知らせを、メイケンバンドの針金みたいなメイケンバンドのですね、はい、まあ年末のライブ11月30日ですけれど、はい、鹿児島で一番大きな、ね、老舗のウィッキーズハウスという老舗ウィッキーズハウスにて11月30日、はい、奄美の千田劇場というライブをやります。やりますね、はい。まあこれ、うん、一応一人前売り予約で2500円、はい、当日3000円ということで、まだ当日券も少しはありますから、ぜひ、うん、11月30日木曜日、鹿児島市内のウィッキーズハウスへ、はい、メイケンバンドのライブをご覧になっていただきたいと思います。思います、はい、ね、来年1年間こう毎年やるっていう計画なんですよね、はい、この毎月ですね、あ、ま、毎月、ね、毎月、うんうん、毎月俺毎年っつったやっぱり、まあね、だけどどうなるか分かりませんよね、まあ、事故が起こる可能性あるし、いろいろ、いろいろね、いろいろ、いろいろ、メンバーもどうなるか分かりませんね。この年になるとね、うん、なんか緊張する本番の直前になってから体調不良者が続出とかいうことが実際あるからね。ありますよ、これはね、もう今からなんか我々の親父バンドは、うん、いつ誰が出れないか分かりませんからね。もういつ誰が写真で出演するようになるか分からないっていうね横へね、そう横へって。まあそういうライブですから、はい、ぜひ11月30日、鹿児島にいらっしゃる方は、はい、ウィッキーズハウスへ、ぜひ来ていただきたいと思います。お願いします。でちなみにですね、はい、ここに今日はちょっと何か、うん、ありますけど、奄美のこのライブと関係が、あ、もしもしもし、奄美の千田劇場ではですね、はいはい、やっぱりその奄美の千田に寄せた楽曲、うん、ね、うん、はい、一応海関係だったりとか、ね、島関係だったり、海関係、ね、そういう歌を歌うときに、うん、やはり見た目から入ると、はいはい、うん、雰囲気も大事じゃないですか、うんうんうん、ね、全編同じ服装でいろんな歌を歌うというよりは、うん、やっぱりライブに来てくださったお客様を、ね、うん、目でも楽しんでいただこうということでですね、うん、岡春夫さんっていう往年の往年のって言ったって俺知らないんだけど、リアルタイムではだって終戦直後ですよのね、大ヒット作という憧れのハワイ航路ね、超有名ですね。もう憧れ、終戦直後のハワイ航路なんて憧れ以外の何者でもないですから、だいたい渡航できないですから当時、まあ、そういうね、憧れを持った歌が当時みんなね、その焼け野原で、うん、同じ夢を見てたんでしょうね、うん、まあ、そういう、こう歌謡界にあって岡春夫さんが歌われた楽曲に寄せて、当時船乗りさんがかぶってらっしゃったと、うん、はい、おぼしきマドロス帽というのがね、マドロス帽、そう、マドロス帽っていうのが、うん、マドロスさんとか、マドロスさんがパイプ加えてプッカプカみたいなことですから、うん、マドロスって今言うんですかね、どうなんですか、ね、マドロスとは言わない、マドロスも言わないですね、ねえ、すごい、なんか隣の壁しか見えなかった窓を塞いじゃってマドロスっていうねそのマドロス帽なんですね。帽、そう、どうしたんですかこれは。そう、マドロス帽もね、いろいろネットで調べますと、うん、もうとんでもないこう、うん、振り幅が値段として、そう、数百円からもう1万円に届きそうな、うん、要するにピンキリ状態が群雄割拠しているネット業界において、うん、一番安いの、うん、なんなら、うん、もう頭が安いですから、うん、帽子だけ高級でも仕方がないということで、うん、安い帽子を見つけました、マドロス帽、うん、なるほど、うん、それネットで見つけた帽子が届いた仕事ですね。届きましたよ、598円という、なんという、何なんでしょうかって、あ、帽子ですか本当に、帽子、もうだって最近ランチとかラーメンでも598円、ない、ない、ない、なのにですよ、帽子が598円、しかも送料込みなのに、うんうん、これ中国郵便って書いてあります、目的地がジャパンという、
これ送り賃っていくらぐらいなんだろうなと、まあ、よくわかんないんだけど US ドルにして1ドルぐらいって書いてある、うん、すごいですね。今ねあの円安で高いですけど、うんね、150円ぐらいするわけですからね、うん、にしてもですよ、中国から150円でもう何人の手を経てここに届くんだっていう話なんですけど、世の中どういうからくりになってんでしょうね。ということで中身にも非常に興味が湧きませんか。だって598円引く1ドルですよが本体価格ですので、それはそれはリーズナブルというようなことを、リーズナブルを飛び越えてちょっと常識外れっていうような感じで、ちょっと怪しい話ですよね。怪しい話ですよ、ね、これをそうまだ僕もだから開封してないので見てないんですよね。これはいいですね。そうぜひぜひだからこの場を借りて、そう音声でどれぐらいは我々の驚きが届くかわからないんですけど、うん、ちょっと開封の儀からやってみたいと思います、うん、の この黒いね薄いビニールに包まれたビニールも日本にはこんなのないないです、ないですからね、うん、このパリ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 する風合いのこの合成樹脂はね、日本ではついぞお目にかからないような感じのもので、うん、材質でございますので、ここの境目からねこうなんとなくビリンとこう破ってみて今音がしますけど、でこの薄い黒いビニール1枚を隔ててマドロス号がその全容を表そうとしております。おさらに透明の袋に入っております。わ厳重な包装でございます。すごいですね。ちゃんとこれキャップ状態でツバもあって、このちゃんとしてます。怒りの刺繍があって、この下ねキャプテンちゃんとキャプテンって船長さんというね印の刺繍も入っておりますね。マドロス号と言わないで船長号というのね。まあそうですね、これは船長さんみたいな感じですね。船長号なんだね。なんですよ。これがまたね、いやいいねこれ。いいんじゃないですか。これ今名犬さんかぶってるのこれ。いいわこれは。うん。おおいいね。いいじゃないですか。ね。おお。バンドのメンバーみんな被ってくるこれ。これだってそう憧れのハワイコールの時の憧れのハワイコールって微妙にねいいですよこの。いいですね。ねちょっとなんか重心が右寄りっていうね、うんうんうん、感じもいいじゃないですか。重心が右寄りも相当そうね。そうそうセンターにないセンターにないですねこれ。というところがにちょっとないですね。そう名検討でやってるっていう感じがしますよね。いやでもこれをですよ、いくら大量生産かもしれませんけど598円マイナス、まあ、600円とざっくりしましょうよ。でさっき書いてあった送料の US1 ドラーを引くとですよ、日本円で450円なわけなんですけどね。450円で作れますかっていう話ですよ。これ紙でも作れないですね。紙でも作れない。だってこういうね編んだような編み編みのこれを装飾を施してですよ、こういう刺繍も入れてですよ、こう縫い付けて450円で作れって言われたら、いやすごいねこれ。まあ至難の技というより、まあ、単純に不可能ですね。日本では不可能ね。日本では不可能、さすがだと思います。ああそうそう、はい、ちょっとね、あれ俺もそれでそのないじゃないですか。何が何を探しなんですか。いやその中国で思い出したんです。ここにね、はいはい、これレーザーポインター、レーザーポインターですね。僕がほら UFO 見に行くでしょ。UFO 見に行くときにあそこにいるとかって時にこのレーザーポインターでこう、こうね差し示すわけですね。差し示して、それでみんなそこをこう見て、でみんなでああいるいるとか、あれは飛行機じゃないかとか、まあいろいろ言う時レーザーポインターがいるわけですよ。はい、でこれね、通販で探すと、日本製っていうのは。はい1万5000円から2万円くらい、下手すと3万円くらいなんですよ。ああ、やっぱりいいお値段しますよね。いい値段なんですよ、日本製のやつは、それでまあ当然日本製は買えないから、はい、あのまたいろいろネットで調べると中国製が出て、これが中国製なんですよ。なるほど。それで僕はその UFO 仲間から聞いてて、あなたの持ってるそれが欲しいと、いうか中国製だからって言って、ネットで買ったと、いうことだったんですよ。でその人が言うにはね、まあ中国製だから、はい、まあ、安いのは安いんだけどどのくらいか分からなかったんですけど、その人が買った時は2000円ちょっとぐらい、2000円ぐらいねちょっとしたと、
いうことで、しかし中国からそれは取り寄せるでしょ、なんか思うじゃないですか、中国から取り寄せるっていうことは、なんか今帽子でもほら、ね、大変だろうとやっぱり なんとなく思うんですよ、作るの。でまあ来るから中国から、そしたら3個頼んだんですって、まあ、中国製だからいろいろ配慮なさったんですね。結局は使い物にならないんじゃないかとか、スイッチがどうとかどこが壊れたとか、まあ、そんなこともあるだろうと思って3個その2000円ぐらいのやつをね、頼んだんです、それでそのついて、そしたらそのまず1個目を下ろしたら、もうそれがもうバッチリついて、ちゃんとレーザーポインターだったということで、こういうことだったんですよって言うから、あ、なら僕も買おうと思って、それでだけどほらその人は1個でうまくいったっちゅうんだから、あ、1個でいいやと思って、で僕は1個だけ注文したんですよ、それで来て、まあ、やっぱねドキドキするんですよ、中国から来たものを開けるっちゅうのは、でいやもうだから着くか、日本製ならそんなことは心配しないですけどね、不良品が最初からってことはまずあんまり日本ではないですから、ただやっぱ中国製だからドキドキしながら、こうつけたらちゃんとついたんですよ、2000円でね、ほいでまあ UFO 官房会にも行って、こうしてこうね、ここだここだとか言ってこうレーザーでこう示してて、よかったなと思って、1個でほら、その人は3個一応投資は6000円ですから、僕は2000円の投資で済んでましたからね、よし、しめしめと、よかったと思ってたんですよ、それは去年の話、で今年になってまた UFO を見に行った時に、この家でこれ出して一応ね、試験してから行かないといけないと、そうですね、もう充電してもね、どうやってもねつかない、つかない、なるほど、だからね1個目でうまくいったっちゅう、1年はうまくいった、1年はね、1年はね、だから寿命が1年だったっちゅう、まあワンシーズンっていうことでしょうね、書いとってほしかったですよ、ワンシーズンって、だから2年3年使う人は2、3本買ってくださいとか買ってないとね、やっぱりあれですか、UFO は1年中飛ぶかもしれないけど、その官房会っていうのを夜するときに、真冬の寒風吹きすさぶ中だと、まあ、ちょっと辛いだろうからって言って、大体その暖かい季節になるとか、そういう事情ですか。いや、それはね、そうでもないんですよ。そうでもない。そうでもないです。もちろんそれもありますけどね、まあ一つはね、やっぱ冬場はやはり島とかは、であってもですね、こう波がほら強いとか風が吹くとか、冬場はやっぱ荒れるんですよ。そうするとやっぱり交通機関の問題で、なるほどね、選ぶことになるのと、やっぱ天気が冬場は悪いんですよ。なるほど、でその悪いことは雲が出ると UFO が見にくい、だからやっぱりその明るい夏の、カラッとした時だと、いいわけです、見やすい、 UFO が見えやすい、ということでね、そうそう交通の事情、空の状況もちょっと違う、まあ、その辺の事情でね、行くんですよ、見にね、来シーズンもまた2月ぐらいから、八重山諸島の方へ、石垣島や竹富島や波照間島に行きますんで、 UFO に興味のある方はぜひメールでね、この番組宛てにメッセージいただければ、僕がご案内をします。ご案内というか僕が、あれじゃないですか、場所と時間とかそういうのを教えいたしますんで、ぜひ、興味のある方はぜひ、いらしてください。UFO チャ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 ンチャンチャン、そういうことでしたね、そういうことですね、そういうことです、ありがとうございました、まあじゃあちょっとしげちゃんの歌でいきましょうかね、あら、ありがとうございます、締めくくりは、はい、よろしくどうぞ、はい、何ですか、今日曲を言ってください、シゲロオノデンチュンです、シゲロオノデン、もうはいらないな、帰ろうか、帰ろうか。帰ろうか泉の里、北風に乗って、帰ろうか泉の里、鶴に紛れて。
番星もどこか壁の向こう田舎を飛び出してから早いくとせ子供の頃がやけに懐かしくてそういやもうすぐ鶴がやってくる頃帰ろうか泉の里北風に乗って帰ろうか泉の里Thank you.